下り線より駅を見る駅に入線ホーム後問題駅は、静岡県静岡市清水区七津荒屋一丁目にある、静岡鉄道静岡清水線の駅。駅番号は S11。島式一面二線のホームを持つ、地上駅。駅舎は、ホームと一体型になっており、踏切の東側中央部から出入りする。歩道は設置されていない。構造上、上り列車が接近すると、 通過が終了するまで踏切が塞がれる。便所は、駅スペースの都合上、駅とは離れた場所に設置されている。改札を右側に出て、踏切と行動を通り、西側、新静岡寄りの線路脇、駐輪場を兼ねた静岡鉄道の車右地にある。仮設風の推薦式便所がある。静岡市統計所によれば、 2019年度の1日平均乗車人員は1410人、降車人員は1473人であった。この乗降人員数は、静岡清水線全15駅中9番目である。なお、同統計によれば、近年の乗降人員は、以下の通りである。1996年3月31日、以前のダイヤにおいて、急行停車駅であり、 2011年から2020年にかけて運行されていた急行、通勤急行も停車していた。静岡市統計所静岡市、ありがとうございます。